皆さんこんにちは。私は沖縄タイムスデジタル編集部の荒垣彩子と申します。今私が来ているのは沖縄県糸満市摩文仁にある県平和記念公園です。今日6月23日は住民軍人合わせて20万人以上が亡くなった沖縄戦から数えて78年の慰霊の日となります。この後沖縄県主催の全戦没者追悼式が遺族や国県市町村の関係者が参列して開かれます。岸田文雄首相が訪れていることもあり、慰霊の日の追悼式の要人警護としては過去最大の警備体制が敷かれています。開式の辞、ただいまから戦没された御霊のご冥福を祈り、合わせて世界の恒久平和を記念するため、令和5年沖縄全戦没者追悼式を挙行いたします。本日ここに岸田文雄内閣総理大臣をはじめ、衆参両院議長、ご来賓のご臨席とご遺族の参列を賜り、すべての犠牲者の御霊に対し、謹んで哀悼の誠を捧げますとともに、ご遺族の皆様に心から哀戚の意を表します。太平洋戦争末期、ここ沖縄の地では、一般住民を巻き込んだ凄惨な地上戦が行われました。鉄の暴風と呼ばれた激しい空襲や艦砲射撃は、昼夜を問わず、雨のように降り注ぎ、逃げ惑う民を襲い、戦闘地域と住民が身を隠す避難地域の区別はなくなりました。沖縄戦の実相は人間の醜さの極致と言われ、今語り継ぐことの難しさに直面しています。戦場に駆り出された沖縄の若者たちは、自らが授かった教育を信じ、明るく朗らかな日常にすぐに戻ることができることを疑わず、沖縄戦に組み込まれていく日々を過ごしました。このような混乱の中で、自らに課された義務を成し遂げるため、ここには何の怨恨もなき国家間の戦争の犠牲となり尊い命が失われたことは人類最大の不幸であります。78年前の今日、沖縄戦は組織的な戦いを終えたとされ、この地に残された人々は27年に及ぶアメリカ遊、そして昨年50周年を迎えた本土復帰を終えた時代を生き抜くこととなります。歌と踊りをこよなく愛する琉球文化からは華々しさが消え、焦土と化した島を歩く人々の表情からは正気が消えました。人間が人間でなくなる世界を体験した生き残りとして、あらゆる心身の病に耐え、支え合いながら学びの沖縄の未来を懸命に育んでいきました。この季節に降る雨は、沖縄の青く美しい海と色鮮やかな草花にとって重要な恵みです。平和の時も争いの時も等しく降り注ぐその雨は、そこに生きる人々の記憶となります。雨が降ると電話が鳴る、今日は雨が降っているね。沖縄戦の生存者は雨が降ると当時を思い出し、自分が生き残ったことの意味に思いをいたし、心を寄せる語り部に語りかけます。同時に恵みの雨は変わり果てた大地を再生するように、母の記憶を思い起こさせます。一本の芭蕉の木が布となり紙となるように、沖縄の恵みから紡ぐものは世界を照らす平和の光となることを自覚し、その土地に生きた人々の証を受け継いでいかなければなりません。世界は今、ウクライナ戦争による核の脅威が駆け巡り、地上戦もまた同様に現実のものとなっている中で、凄惨な地上戦を生き延びた私たち沖縄県民は、同じことが世界で繰り返されることの悲劇を誰よりも知っています。この混沌とした時代にあって、ここ沖縄の地から戦争のない平和な時代を祈ることが
まやかしとならぬように、慈愛の本質は知恵であることを自覚し、未来の子どもたちへ紡ぐ土地の記憶が光と玉の玉となって、世界平和を鳴らす道しるべとなるよう、この地に課されている意味を自らに問い続けることが真の慰霊につながるものと思います。結びに、本日心ならずもこの式典に参列できなかった皆様の平和への思いとともに、改めて戦争のない世界的な恒久平和の確立に力の限り尽くすことをここに固くお誓い申し上げ、式辞といたします。令和5年6月23日沖縄県議会議長、黙祷。黙祷を終わります。ご着席ください。追悼の言葉。本日ここに沖縄県主催による令和5年沖縄全戦没者追悼式が執り行われるわけです。戦没者遺族を代表して慎んで哀悼の全うさせ、諸霊のご冥福を心からお祈り申し上げます。今年もまた私たちにとって忘れることのできない6月23日、慰霊の日が戻ってまいりました。今年は凄惨な沖縄戦から78年、忌まわしい地獄のような戦争体験が日のようにのぼりに浮かび、胸が張り裂ける思いをいたします。戦没者諸霊は激しかった沖縄戦を及び外地において祖国の安泰を願い、家族を安置しつつ、ついに尊い命を祖国のために捧げられたのであります。今平然に立ち、在りし日を忍び、処理に対する追悼の情はさらに深く、新たなる痛恨の念が森に迫ってくることを禁じ得ません。帰りに出すれば、私たち戦没者遺族が歩んだ道程は長く苦しい歳月でありました。しかし、私たちは互いに助け合い、励まし合いながら懸命に生き抜いてまいりました。終戦から78年、ウクライナの戦争や各地において紛争が続いており、我が沖縄県の人は未だに豪突が発見され、また米軍の放射線も発見され、沖縄の戦後は未だ終わっていないものだと実感しております。皆様方が最後まで案じられた我が国は、衝動の中から国民が一体となって立ち上がり、幾多の困難を乗り越えて今日の平和と繁栄を築いてあげました。この平和と繁栄は皆様の尊い支持の上に築かれたものであることを、私たち日本国民は決して忘れてはなりません。私たち戦没者遺族は英霊憲章と平和運動を推進するため、県内各地全国から遺族の代表が参集し、南部の激震地を御霊のご冥福と世界供給高級平和を祈願し、毎年平和祈願儀礼大行進も実施しておりましたが、3年連続で新型コロナウイルスの影響により、やむなく中止となりました。しかしながら、今年はようやく新型コロナウイルスも沈静化し、沖縄全戦没者追悼式参列も通常通りの参列となったため、平和行進も距離を縮めて4年ぶりに実施することとなりました。戦没者維持も平均年齢が82歳という時代になり、これからの組織維持も困難な状況になりますが、私たちは今後二度と戦没者遺族を出さない
強い信念を持ってこれからも活動を続けてまいります。終わりに鑑み、戦没者の皆さん安らかにお祈りくださいまして、私たちの上に限りなくご加護を賜りますようご祈念申し上げて追悼の言葉といたします。令和5年6月23日一般財団法人沖縄県遺族連合会会長宮城駒さん。平和宣言。1945年、今から78年前、ここ沖縄で一般住民を巻き込んだ悲惨な地上戦が繰り広げられました。90日に及ぶ鉄の暴風雨は島々の山容を変え、豊かな自然と文化遺産のほとんどを破壊し、20万人余りの尊い命を奪い去りました。沖縄県民は地上戦だけでなく、南洋諸島からの引き上げ戦の撃沈や学童疎開戦の犠牲、重々空襲、学徒の動員、戦争マラリアなど想像を絶する被害を受けました。毎年6月23日を迎えるたびに、戦争体験者が戦争の不条理と残酷さを後世に語り継いできてくれた実相と教訓を胸に刻み、あらゆる戦争を憎み、二度と沖縄を戦場にしてはならないと決意を新たにするのです。戦後27年に及ぶ米国統治を経て、1972年に本土に復帰してから51年となりました。しかしながら現在もなお、在日米軍専用施設面積の約 70.3% が本県に集中し続け、航空機騒音をはじめ、水質や土壌などの環境汚染、航空機事故、米軍人軍属等による事件事故など、県民生活にさまざまな影響を生じさせています。このため沖縄県は在日米軍基地のさらなる整備縮小、日米地位協定の抜本的な見直し、普天間飛行場の一日も早い危険性の除去と早期閉鎖返還、辺野古新基地建設の断念など、基地問題の解決を強く求め続けてまいります。昨年12月に閣議決定された国家安全保障戦略、国家防衛戦略及び防衛力整備計画においては、沖縄における防衛力強化に関連する記述が多数見られることなど、苛烈な地上戦の記憶と相まって県民の間に大きな不安を生じさせており、対話による平和外交が求められています。ロシアによるウクライナ侵攻から1年4ヶ月が経過しようとしており、現在も憂慮すべき事態が続いております。沖縄県民は国際社会の連帯と協力による一日も早い停戦が実現し、平穏な生活を取り戻せることを切に願っております。今ある命、今に残る文化、自然環境、これらを未来を担う子や孫たちに受け継いでいくことが人々が共有する願いであるということを確かめ合ってまいりましょう。アジア太平洋地域における関係国などによる平和的な外交と対話による緊張緩和と信頼醸成、そしてそれを支える県民、国民の理解と行動がこれまで以上に必要になってきています。私たちはアジア太平洋地域における観光、経済、環境、保健医療、教育、文化、平和など多分野にわたる国際交流を通じて、沖縄県が築いてきたネットワークを最大限に活用した独自の地域外交を展開し、この地域における平和構築に貢献できるよう努めてまいります。沖縄県ではここ平和記念公園に沖縄県平和記念資料館と平和の礎を建設し、戦争の犠牲になった多くの御霊を伴い、沖縄戦の歴史的教訓を正しく次世代に伝え、世界の恒久平和を描き続けております。民間においても幅広い世代による平和への行動がさまざまな場面で行われており、平和を願う輪が広がっています。また平和につながる身近な社会貢献活動に光を当てた美ら内な草の根平和貢献賞や沖縄平和賞を通して、
平和を希求する沖縄の心を世界に発信するとともに、沖縄がアジア太平洋地域の国々との架け橋、万国の信条となることを目指しています。非暴力の信念を貫いた感じは、平和への道はない、平和こそが道なのだという言葉を残しています。平和とは、戦争や紛争のない状態にとどまらず、貧困、暴力、人権の抑圧、差別、環境破壊などがない安らかで豊かな状態であり、本県が発信する沖縄の心、シムブクルには人間の尊厳を何よりも重く見る人間の安全保障も含まれています。沖縄県は、すべての人への不当な差別は許されないことを宣言するとともに、人々が互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する、誰一人取り残すことのない優しい社会の実現に全力で取り組んでまいります。私たち一人一人が平和について考え、沖縄から世界へ平和のバトンをつなぎ、核兵器の廃絶、戦争の放棄、恒久平和の確立に向け、絶え間ない努力を続けてまいります。ウチナーのチヌチャーが、行くゆうかきて暮らしのみやって日誌スタザティチャル、多芸の地芸みの足うむんじあいるチムブクル、ぬちだから提出にするくくるむちぬちずたから、テーフィーユーとめいる芸術道さんのチナジブクル、戦のあわりんかいあたてちゃるチヌチャーからぬさしじゃちんかいんかてのゆしぐと、あとのゆうんかいちていていちしがわったあのつくぶんやりげん、うまんちがなま安心さしじゃちんかいぬしあわしとゆうゆうつそうてぬじみぬむたりいるゆうしむていちなてしいなちいしゃびらな。We, the people of Okinawa, have long cherished the spirit that appreciates the diversity in each and every one of us. We have always known in our souls that it is life itself that is more important than any treasure. We are united as a people in the longing for peace.We sincerely believe that it is our noble mission to bear witness to the painful lessons from the countless world experiences and to pass on these messages to future generations. Let us endeavor to build a society where all people are able to imagine happinessand eternal peace for everyone, for now and forever. 本日、慰霊の日にあたり、国籍の区別なく犠牲になられたすべての御霊に心から哀悼の誠を捧げるとともに、先人たちから語り継がれてきた平和の尊さを伝え続け、未来を生きる子や孫たちのために、より良い沖縄の未来の創造を目指し、全身全霊で取り組んでいく決意をここに宣言します。令和5年2023年6月23日沖縄県知事玉城デニー誠に喜平デニーさん、今平和は問いかける。私立筑波海星国際高等学校3年平安な秋、夏6月、溶けかけたアイスを手に走り出す緑もゆるこの島の昼下がり、石地に刻まれた兄にまるであの日のようにそっと触れるおばあの涙は、かげろうが昇るまぶにの丘にただ果てしなく広がっていく。その涙は
体を包み込み、私をあの日へと誘う。限りないこの空は何を覚えているのだろう。涙に満ちたおばあの瞳は何を語りかけているのだろう。78年前のあの日、あの時、かけがえのないたった一つの命が憎しみと悲しみの中で散っていった。名もなき赤子のかすかな泣き声は、震える母の手によって冷たく光のないガマの中で儚く消えていった。幾多もの砲弾が紺碧の海を黒く染める鉄の嵐となってこの島に降り注いだ。戦争が起きる前、そこには日常があった。私たちと同じように原っぱを駆け回り、友達とおしゃべりをする。みんなで温かいご飯を食べ、時には泣き、時には笑い、時にはありがとうを伝える。そんな今と変わらない日常が、平和がそこにはあった。平和は不確かで脆く崩れやすい。いつもすぐそばにあるのに、いつの間にか消えていく。おばあの涙は、マブニの丘に永遠に灯る平和の日は、今私たちに問いかける。平和とは何かを、私たちにできることは何かを。私は過去から学び、そして未来へと語り継いでいきたい。おばあの涙を、沖縄の思いを、かけがえのない人たちを決して失いたくはないから。今日も時は過ぎていく。いつもと変わらずに、先人たちが紡いできた平和を、次は私たちが紡いでいこう。そして世界に届けていきたい。平和を作り、守ってゆくこの沖縄の締め袋を。令和5年沖縄全戦没者追悼式が行われるにあたり、沖縄戦において戦場に倒れられた御霊、戦火に遭われ亡くなられた御霊に謹んで哀悼の誠を捧げます。先の大戦において、ここ沖縄は凄惨な地上戦の場となりました。老若男女約20万人もの尊い命が失われ、沖縄の誇る美しい海や森、首里城をはじめとした豊かな文化は容赦なく破壊されました。平和の礎には、今年も365人のお名前が新たに刻印されました。平和の礎に刻まれた一人一人の戦没者の無念、残されたご遺族の方々の悲しみや喪失感を思うとき、胸塞がる思いを禁じることができません。私たちが享受している平和と繁栄は、命を落とされた方々の尊い犠牲と、沖縄の歩んだ苦難の歴史の上にあります。沖縄戦から78年経った今、そのことを改めて深く胸に刻み、戦争の惨禍を二度と繰り返さないという強い決意のもと、静かに頭を
垂れたいと思います。昨年沖縄復帰から50年の節目を迎え、改正沖縄振興特別措置法に基づく新たな沖縄振興がスタートしました。これまで県民の皆様のたゆまぬ努力もあり、沖縄経済は着実に成長し、県民生活も大いに向上しました。しかしながら、一人当たり県民所得の向上、子どもの貧困の解消などの課題がなお存在しているほか、コロナ禍からの観光業の復興や物価高騰への対応など新たな課題にも直面をしています。沖縄には亜熱帯の豊かな自然、国際色豊かな文化や伝統をはじめ、独自の魅力や優位性があります。これらを最大限に生かし、一つ一つの課題を確実に解決し、強い沖縄経済が実現されるよう、引き続き国家戦略としての沖縄振興にしっかりと取り組んでまいります。そして今もなお沖縄の皆様には、米軍基地の集中による大きな負担を担っていただいています。政府としてこのことを重く受け止めています。引き続き在日米軍施設区域の整理統合縮小を進め、西普天間住宅地区の跡地など目に見える成果を一つ一つ着実に積み上げ、基地負担の軽減に全力で取り組んでまいります。戦後我が国は一貫して平和国家としてその歩みを進め、世界の平和と繁栄のため力を尽くしてまいりました。今我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しく複雑な状況にありますが、世界の誰もが平和で心豊かに暮らせる世の中を実現するため、これまでの歩みを貫き、不断の努力を重ねていくことを改めて御霊にお誓いをいたします。結びにこの地に眠る御霊の安らかならぬことを、そしてご遺族の方々のご平安を心からお祈りし、私の挨拶といたします。令和5年6月23日、内閣総理大臣岸田文雄。令和5年、沖縄全戦没者追悼式が挙行されるにあたり、衆議院を代表して、謹んで追悼の言葉を申し上げます。ここ沖縄では、先の大戦末期、軍人も武器を持たない住民も入り乱れた激しい地上戦が繰り広げられました。美しい自然や貴重な文化遺産は灰烬に帰し、熾烈な戦闘や集団自決などにより、国内外の20万人余りの尊い命が失われました。この平和記念公園にある平和の礎に刻まれたお一人お一人にこの未来があり、ご家族との日常が営まれていたことに思いをいたします。深い悲しみが胸に迫ってまいります。すべての戦没者の御霊に対し、心よりご冥福をお祈りいたしますとともに、ご遺族の皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。戦後78年が経過し、沖縄県における戦前生まれの方は人口の約1割と、
戦争を直接知る世代の方も少なくなりました。その一方で沖縄戦で犠牲になられた方々の調査は今もなお続いており、平和の礎には新たに判明した戦没者のお名前が刻まれ続けております。先の大戦での悲惨な地上戦と戦後27年間に及ぶ米軍施政下の歴史を経験された沖縄の皆様は、子や孫の世代へと命の尊さと平和を愛する心を伝え受け継いでこられました。そして幾多の困難を乗り越えながら平和で豊かな沖縄の実現に向け尽力してこられました。ここに改めて敬意を表します。沖縄県には在日米軍専用施設面積の約7割が集中しており、その存在は我が国の安全のみならずインド太平洋地域の平和と安定に寄与する一方、県民の皆様の生活に多大な影響を及ぼしております。我々国会議員は沖縄の皆様の声にいかに応えていくべきか議論を重ね、基地負担軽減の実現に力を尽くしてまいる所存です。また世界に目を向けますと、ロシアによるウクライナ侵略が長期化しており、一日も早い平和回復に向け国際社会が結束して取り組むことが必要です。戦争の惨禍を決して繰り返さないという平和への思いは沖縄の皆様と共にしているところであり、沖縄戦の記憶と記録を次世代そして世界へと伝え続けていかなければなりません。結びに戦没者の御霊の安らかならんことをお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様のご平安とご健勝を記念して追悼の言葉といたします。令和5年6月23日、衆議院議長細田。コロナ禍でやむなく中断するまで、今日6月23日は必ず沖縄に参りました。ここ摩文仁の丘までの平和祈願慰霊大行進をご一緒した回数は30回を超えました。最初は那覇からの24キロでありました。幾度ご一緒しようとも、距離が短くなろうとも、思いの重さはいささかも変わりません。途中で必ず寄ります姫百合の塔で涙が止まらなくなるのもいつものことであります。坂頭に沖縄の心を語るなり、栄光と苦難の歴史は知らず、沖縄県の名誉県民であります故山中貞則先生はそう残されました。遥かに広がる空と海、目にもまぶしい緑の景色、この美しい沖縄が一木一草焦土と化し、4人に1人が亡くなるという悲劇があったことは、どのような言葉を尽くしても言い表すことはできません。ただただ平和の波永遠なえ、平和の礎に込められた願いを守ることを誓います。また来年もお会いしましょう。令和5年6月23日、参議院議長尾辻でした。本日は平和5年沖縄全戦没者追悼式を決行いたしましたところ、ご来賓ご遺族の皆様方のご参列をいただき、特に厳粛に滞りなく式を終了できましたことを深く感謝申し上げます。特に岸田内閣総理大臣、細田衆議院議長、
尾辻参議院議員議長ほかご来賓の皆様には公務ご多忙のおり厳しい日程を割いてご参列をいただき献花並びに挨拶を賜りましたことに対し厚く御礼を申し上げます。これをもちまして令和5年沖縄全戦没者追悼式を閉式といたします。皆様誠にありがとうございました。慰霊の日は沖縄県の公休日です。毎年役所や学校はお休みで多くの県民が沖縄戦で亡くなった人たちを追悼し手を合わせます。ここ平和記念公園には平和の礎という慰霊の日がありここには沖縄戦で亡くなった24万2046人の氏名が刻まれています。毎年慰霊の日には沖縄中から大勢の人がやってきてここ平和の礎で沖縄戦で家族の名前が刻まれた場所をお参りしているのですが戦後80年近くが経ち戦争を体験された方やご遺族の高齢化も進んでいます。また2020年からの新型コロナウイルスの感染拡大であったり県外など遠隔地にお住まいでなかなか礎まで来られないご遺族もいらっしゃいます。そこで沖縄タイムスは慰霊の日に礎には足を運べないけれど個人に思いを伝えたいというご遺族を募集し記者が代わりに礎をお参りする企画に2020年から取り組んでいます。その様子を配信することで多くの方々に慰霊の日の意味を考えてもらい沖縄戦で命を失った人たちに思いを馳せてほしいと思っています。今年も県内外からお参りの依頼がありましたがその中からお二組のご遺族に代わって私荒垣がお参りさせていただきたいと思います。今日のお参りには事前に趣旨を説明して沖縄県内の企業にも支援をお願いしました。今日私が遺族の皆さんに代わってお供えするお花は沖縄県花卉園芸農業協同組合様、お菓子は首里知念製菓和菓子色彩様の提供です。それでは一組目の依頼者を紹介します。神奈川県横浜市鶴見区に住む近藤千佳子さん75歳です。近藤さんは横浜で生まれ育った沖縄2世、鶴見区は沖縄の関係者がたくさん住んでいる地域でもあります。平和の礎に刻銘されているのは父方の祖父の宮平玲光さん享年56歳と祖母の香奈さん享年54歳、そして叔父の黎明さん享年25歳です。いずれも現在の那覇市泉崎出身、祖父母は沖縄本島の地上戦で、黎明さんは満州に出征し亡くなったということです。近藤さんは戦後生まれなので、亡くなった3人と接したことはないのですが、戦時中に祖父母と行動を共にしていた親戚の女性たちが戦後、その最後を詳細に証言してくれたということです。こちらがお三方の刻銘になります。それでは早速お参りの方させていただきたいと思います。はい、こちら、
て今日お参りしてですね、個人のお三方への思いをお聞かせください。はい。はいはい、やはり沖縄には基地が今たくさんありますから、沖縄の基地が全部なくなって基地問題が解決しない限り、沖縄戦の戦争はまだ終わってないと思います。一日も早く基地がなくなることを、まあ、横浜からですけども、何かあれば応援して力になりたいと思っております。はい、あの本当にあれですね、もうあの戦争で亡くなられた皆さん、あの心配しながら多分今の状況を見ているかもしれないですよね。はい、そうですね。社会の、ね、状況、はい、分かりました。はい、はいはい、今日近藤さんはじめ、妹さん、いとこさんの思い、はい、3人にしっかり伝わったと届いたと思いますので、はい、本当にありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあこの辺で失礼いたします。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、失礼いたします。続いて2組目のご遺族を紹介します。大分県国東市にお住まいの竹本陽平さん83歳です。刻銘されているのは竹本さんの父の弟にあたる叔父の竹本常治さんです。実は依頼者は竹本陽平さんの親戚にあたる吉田秀俊さんでした。十数年前、陽平さんご夫妻と吉田さん家族が一緒に沖縄旅行をした際、平和の礎で何気なく近づいた場所に偶然常治さんの名前があったそうです。陽平さんはその時、叔父が呼んでくれたのかもしれん、連れてきてくれて本当にありがとうと涙ながらにおっしゃったそうです。今日は大分の竹本陽平さんと電話でつなぎ、叔父の常治さんを追悼したいと思います。それではこれからお水を、お名前の方にかけたいと思います。すみません、はい、ありがとうございます。続いてお花を備えさせていただきます。はい、はい、最後にですね、お菓子、沖縄のお菓子、チンスコーとかどら焼きなど、備えさせていただきます。はい。はい。陽平さん、それで私ちょっと手を合わせますので、もし よろしかったらそちらの、方で一緒に、はい、合唱させていただいて、はい、じゃあよろしくお願いします。はい。今、手を、はい、合唱させてもらいました。はい、こちらこそ改めてですね、おじさんの、はい、おじさんへの思いをちょっと一言伺えたらと思います。はい、こういう機会をいただきまして、おじも喜んでいると思います。ありがとうございました。ありがとうございます。陽平さん、まあ、まあ、沖縄含めこう社会ですね、日本、まあ、世界が、まあ、今後どういう、こう世の中になってほしいなっていう願いがありますか？私ももう平和な時代に育って生きてきたんで、うん、これからもずっとそういうふうにあってほしいと思いますけど、今のようなウクライナみたいな、ロシアとウクライナみたいな戦争をしてるんで、早くやめてほしい、早く平和が来てほしいと思います。はい、わかりました。陽平さんはじめご家族、あと吉田さんの思い、常治さんに届いていると思います。
今日は、はい、吉田さんにも後で電話します。あ、そうですか。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。本日は、はい、依頼いただきまして、無事、お参りしましたのでありがとうございました。ありがとうございました。大変お世話になりました。お世話になります。ありがとうございました。はい、じゃあそれでは失礼いたします。はい、どうも、はい、ありがとうございました。はい、失礼いたします。はい、失礼します。はい、最近戦争体験世代の方々からお話を伺う中で、80年近く前の戦前の空気に似ているという声をよく耳にします。ここ平和記念公園内にある平和の礎には、私の曽祖父母やおじさんの名も刻まれています。沖縄の全ての人が遺族と言っても過言ではないほど、多くの人の命が奪われた沖縄戦という過去の教訓を生かし、二度と戦争のない社会を作っていくにはどうするか、戦後を生きる私たちが考え行動することが求められていると思います。オンライン平和の礎参りはここで終了します。皆様ご視聴ありがとうございました。